おはようございます。今週も知識の森始めてまいりたいと思います。ご意見番はこの方、林先生です。先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。林でございます。知識の森の林でございます。はい、先生、今回はですね、シリーズ幕末その3ということで、この激動の時代、幕末のについてのですね、まとめの部分ですね、紐解いていきたいと思います。はい、前回はですね、幕末時代は、大変すき焼きが流行っていたというお話のところで終わったと思うんですけれども、はい、続きをお願いいたします。はい、前回はですね、幕末の、すき焼きが流行り始めたところまで来ました。はい、じゃあ今度はですね、幕末が始まって、まあこれ割と、前回の話のすぐ後の話になりますね。幕末が始まってすき焼きが始まって、この後すぐですね、それまでになかった生卵を入れるという文化が入ってきます。あ、それまではすき焼きには生卵を使っていなかったんですね。生卵なんか使ってませんでした。もう使ったらもうそれはね、厳しい食器のね、刑が来ますからね。はい、これはですね、法律で禁止されてたんですね。あ、もしも生卵を使ってしまうと厳しい食器の処罰があったんです。処罰があったと。処罰がありました。その当時結構ユニークな法律があったんですね。はい、そうですね。これユニークと言いますかですね、これはですね、その鶏を飼っている農家を守るためにですね、作ったと言われてますね。農家さんからするとですけれども、卵を消費していただいた方がありがたいということはないんでしょうか。これはですね、難しい問題でございまして、ね、卵がですね、まあ、どんどん売ろうとするとですね、まあ、その次の代の鶏も絶滅寸前まで卵を売り始めるっていう時期がございました。そんなエクストリームに卵を売ってたんですね。はい、エクストリームと言ってますね。はい、はい、古代の文献にも卵、鶏卵の売ることをエクストリームなるべからずって書かれましたね。あ、そういった文献もあったわけです。はい、文献もございますね。これ、エクストリームならずっていうことでですね、その当時、鶏卵が、鶏の卵が非常にエクストリームだったっていうことを表してました。まあ、そこでですね、まあ、この近藤勇の名言が、まあ、聞いてくるのかなと思うんですけれども、鶏卵食べるべからずといった彼の名言は、はい、その辺の時代背景からも来てるんですかね。はい、そうです。鶏卵食べるべからずという、そこの辺から来てます。で、後にですね、勇さんはですね、その家の家紋をですね、鶏卵にしてます。はい。家の家紋を鶏卵にした。はい、鶏卵にしてます。うん、食べるべからずといった本人のうちの家紋が鶏卵になるというのはどういう事情なんですかね。はい、これ食べちゃってないですよって言って、私はこれを背負っていきますよ。なるほど、これ食べちゃいけないんですよって、私はこの背中にこの鶏卵を背負うことによって、幕末の志士としての自覚もありますって言って、それはエクストリームじゃございませんっていう意思表示だったんですね。なるほど、その卵を私は食べませんよという意味で、家紋を背負ったということなんですね。はいはい、大体それの反対勢力として、卵を食べてる人たちの家紋は大体お腹いっぱいですって書いてますね。さあ、というわけで時代は幕末から、近代へとどんどん流れていくわけですけれども、はい、先生やはりですね、まあ、歴女の方や歴史愛好家の方、たくさんの方々がこの時代にですね、ロマンや風情を感じてらっしゃると思うんですけれども、はい、その辺の人々の心をつかんで、こう離さない幕末の魅力というのはどういうところにあるんでしょうか。まず海外のものがよく入ってくるようになりました。で、庶民の手にも届くようになりました。例えば、Nintendo Wii。ね、最たるものですね。Nintendo Wii U。Wii U。はい。そして一番その中でも活気だって、その庶民たちの手に届いて一番喜ばれたのがゲームキューブです。はい、やはりね、その辺が人々の心を、掴んで、特にゲームキューブの下につけてゲームボーイのカセットとか入るのが一番面白かったですね。ああ、ゲームボーイアドバンスのソフトとかがちゃんと入るやつ。シリーズ幕末を語る3回にわたりですね、お伝えしてきましたが、カービィとかさ、もともとゲームボーイのさ、ソフトが、幕末の魅力だということですね。先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。来週のこの時間は林教授のもえもえワクワクダイアリーですね。林先生、先生の大好きなアニメについて次回は語っていただこうと思います。はい。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。私の好きなアニメは宇宙船サジタリアスでございます。それでは皆さん、本日も良い休日をお過ごしください。Have a nice weekend!